さあ、冒険ラジオ始まったわけでございますけども、毎週のことですね、オープニングトークでやっております。冒険大喜利のお時間でございます。今週の題こちら、札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り？札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭りということでございますね。はい、まあね、めちゃめちゃ有名、北海道といえば、札幌といえば、札幌雪まつりっていうね、感じがありますけどね。他にもね、札幌、なんとか祭りっていうのがあるんじゃないかなと思うわけでございますよ。はい。その札幌何祭りがね、この札幌雪まつりを超えてきたのかな、というところでございますね。札幌雪まつりってね、何ですかあれは。氷？雪？氷で、氷の彫刻を飾る祭りだと私は思ってるんですけど、合ってますよね。札幌雪まつりとは、大きな氷を削って何やらして、彫刻して、その作品性を競い合うというね、お祭りが、札幌雪まつりだと、私、岡崎翔は思っているわけでございますけれども、多分合ってますよね。さあね、今週もボッケ大喜利でございます。ボッケラジオのオープニングトークであっております。ボッケ大喜利でございますけどね。この大喜利はですね、ツイッターの方で、まず、お題を募集しておりましてですね、このボッケラジオがですね、収録番組でございますんで、生放送ではございませんのでね、今ね、このお題を聞いて、あ、これいい答え思いついたぞと、大喜利の答え思いついたぞと思った方、メールしてもらったりだとかなんかしてもらっても、ちょっとすいません。これ収録なんでね、もう放送される頃には終わってるんです。はい。なんでね、ツイッターで前もって募集かけてるんで、お題出してるんで、それにお答えいただければなと思っているわけでございます。もしくは配信アプリの、ワンセブンライブの方で回答いただければなと思っているわけでございますけどね、配信アプリのワンセブンライブの方は、告知をね、やってないんですよ。告知をまずしてから、こういうもので配信とかするんですけども、やってないので、急遽、緊急でやってるという形になってますんで、いつやるかははっきりわかりませんよ、という形になってますんでね。はい。まあ、ツイッターの方で前もってお答えいただければな、と思います。はい。さあ、で、ツイッターの方で答えていただいたり、ワンセブンライブの方で答えていただいた方に関してね、大喜利のね、回答に関して、私が独断と偏見で、ボッケーとつけます。ボッケーつけますね。ボッケー。このように3回ボッケーになると、スリーボッケーということでね、ポイントがつくわけでございますよね。はい、スリーボッケーということで。で、このボッケーの数をですね、競い合いましょうということでございましてですね、このボッケーの数を月間 MVP を決めますと。月間で一番ボッケー多い人が優勝ということでね、まあ、ささやかながらね、クオカードやらないやらかんやらですね、お送りさせていただきましょうということでございます。はい、今週もよろしくお願いいたします。ボッケラジオとともにボッケ大喜利もよろしくお願いします。さあ行きましょう。ワンセブンライブの方から回答が来てるんじゃないでしょうか。さあ、ワンセブンライブ来てますか。来てますね。はい、ロビンちゃんの回答でございますよ。ありがとうございます。ロビンちゃんということでね、星になったのか、会えたかい。出ますね。はい、ロビンちゃんの回答でございますよ。ありがとうございます。ロビンちゃんということでね、ちょっとお待ちください。さあ行きましょう。ロビンちゃんということでね、行きましょう。回答いきますよ。私読み上げさせていただきましょう。さあ、ワンセブンライブからロビンちゃんの回答でございます。札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り？札幌一番味噌ラーメン祭り。長い。
クールボケでございます。長いですよ。札幌一番、やっぱ札幌といえばね、これですよ。札幌一番味噌ラーメン、 CM もよくやってますよね。札幌一番ですよ。あれ、札幌一番塩ラーメンもあるんですね。醤油はあるのかな、どうだろう。まあ北海道といえばね、なんか味噌ラーメンっていうイメージはね、非常にあるんじゃないかな。私も岡崎市もね、札幌といえば、まあ北海道といえば、なんか味噌ラーメンっていう感じはしなくもない。うん、する、非常にする。札幌市は味噌ラーメン祭り、もう味噌ラーメンはこれ競い合う祭りですよ。確かにこれはね、行ってみたい感じがします。はい。さあ、ツイッターからプッチョアンさんでございます。ありがとうございます。プッチョアンさんの回答いきましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、札幌ドキ男だらけの裸祭り。よぼけです。はい。北海道で裸になったらまずいよ、これ。死んじゃいます。あの、寒すぎるからね。あの、すごいですよ。何度ですか？わからないですけど、人生で一回だけ北海道行ったことあるんですけどね。修学旅行。あれはね、高校の修学旅行でね、北海道行きましたよ。私ね、北海道行きました。あの、うちの高校はですね、高校の修学旅行はですね、あの、東京を選ぶか。東京はね、ディズニーランドなんか行ったりなんかしちゃってるね、するわけでございますけどもね。もしくは北海道ですね。北海道選ぶか。北海道行くとね、スキーなんですよ。スキーで、グアムっていうのがあったんですけどね。ちょうどね、あの 9.11 テロがありましてね、私グアムを選んでたんですけどね、テロのせいでグアム行けず、東京か北海道どちらかにしろみたいな感じになりまして、結局東京は、東京よりなんか北海道の方が未知の世界な感じがしてね。あの、東京って実際、行ったことあったんで、あのね、なんかで行ったな。うん。東京行ったことあったんで、北海道は行ったこともないしな、一生行かないかもしれないし、ちょっと北海道行っとこうかな、ということで行ったわけでございますけどね。もう、そうですよ。二日目からも筋肉痛でした。スキーをやってね。大変でしたね。やったこともないスキーをね。もう人生で今までで、あの一回しかないですけどね。一回どころじゃない。二日、三日とスキーが続いててね。大変でしたね。その中でもね、スキー言うてるんですよ。スキー言うてるのに、あの、一人だけね、あの、スノーボードを持って行ってる男の子がいましてね。なんじゃこいつと思いながらね、一人だけちょっと格好つけながらスノーボードをやってる。みんなスキーやってるのに。そんなありです、ありですかと。いう、ちょっとすいません。話がだいぶそれましたけれどもね。はい。そうですね。札幌ドキ、男だらけの裸祭り。ちなみに裸祭りは私の地元、岡山県岡山市東区西大寺のね、お祭りでございますね。裸祭りね。他にもね、何箇所かでやってるみたいですけど、同じような裸祭りという名前のお祭りね。はい。ツイッターから行きましょうかね、回答。はい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 。ロビンちゃん、この前大阪行ったよ。あ、そうですか。はい。大阪ですか。大阪はいいよな。はい、さあ行きましょう。みえさんの回答。わっ、セブンライブからみえさんの回答でございます。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？水につけたタオルを凍らせる祭り。もう勝手に凍るんじゃん、それ。釣りボッケー。みえさん。釣りボケでございます。ありがとうございます。ねえ、見たことないんです、これ。でも北海道なんかね、水にちょっとつけたね、タオルなんかとかね、こうすぐにこう凍っちゃうみたいな、なんかありますよね。なんかテレビかなんかで、YouTube で、最近だと YouTube とかでもそういうの見れるんですかね。ちょっとわからないですけど、そういうのがあるわけでございますけれどもね。まあ、本当に凍るのか。しかも凍らせろ祭りって言って、何のために全くわからない。何のためにそれ凍らせるのかが全然わからん祭りですけどね。さあ行きましょう。プッチャンさんの回答行きましょう。ワンセブンじゃなくてツイッターからプッチャンさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？札幌感謝感激ひなあられ祭り。スリボッケでございます。プ
っちゃんさん、札幌、感謝感激、ひな、ひなあられ、ひな、え、こんな、ちょっと待って、感謝感激、なんかこういう言葉あるよね。感謝感激、なんちゃらかんちゃら。わからん、もう忘れちゃった。さあ行きましょう。さあ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 、回答はアロビンちゃんの回答いきましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌土器水着だらけの水泳大会、ポロリもあるよ祭り。それも OK、 ポロリもあるんですか。もういや、ポロリどころか、あの札幌のそのね、多分冬の季節にあるから、もうそんな水泳大会なの、水凍っちゃってるんじゃないでしょうかね。もう大変ですよ。さあ、ツイッターからなんて初めての方やな。大天を DQX さん、大を DQX さんの回答でございます。いきますよ。ツイッターから大王 DQX さんの回答。札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌歌うまナンバーワンは誰だ、飛び入り歓迎カラオケ大会参加賞ビール祭り。長い上になんかちょっといろんな、なんだこれ、歌うまナンバーワンは誰だ、飛び入り歓迎カラオケ、いや近所のなんかその街の普通のカラオケ大会じゃないこれ。歌うまナンバーワンは誰だって、この大層なこれタイトルしてるけども、飛び入り歓迎カラオケ大会って近所のカラオケ大会ですよこれ。さあ行きましょう。なんだこれは。はい、さあどうでしょうか。さあみえさんの回答行きましょう。マンスブライブからみえさんの回答。札幌雪まつりの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、札幌マリモ早すくい祭り。確かにね、すごいすくえそう、うん、もう札幌もついてないけどね、回答には。一応札幌つけたけど、札幌もついてないけど回答にはね。マリモ早すくい祭り、札幌にマリモはいるの、あれなんか何やったかな、アカンコやったかな、なんかどっかの特定の湖にいるんですよね、マリモって。札幌にいるのかしら、ちょっとそれはわかりませんけどね。行きましょう。プッチャンさん、ツイッターからプッチャンさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、札幌ジンギスカン祭り。シンプル、スリーボッケー、食べるんでしょうかねこれはね。札幌ジンギスカン祭り、やっぱ札幌といえばね、北海道といえばなんですかね、札幌といえばジンギスカン、羊肉のなんか焼肉みたいなやつですよね。はい、あれは美味しいですね。さあ、ハーチさんの回答いきましょう。ハーチさん、ワンセブンライブからハーチさんの回答。札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌ラーメン祭り。かぶってるんです、実は。ツーボッケー。札幌一番味噌ラーメン祭りがあったんですよ。ちょっとシンプルになっちゃった。札幌ラーメン祭り。ええ、まあ、北海道といえばラーメンなんですかね。皆さんそういう風にお考えになるのかしら、うん、さあプッチャーさんの回答いきましょう。ツイッターからプッチャーさんの回答。札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌恵比寿ビール飲み放祭り。スリーボッキー、札幌恵比寿ビール、これね、札幌、あれ札幌の会社なんですか、あの札幌っていうビールの会社は。ビールだけじゃないんかな、いろいろあるんかな、あれはね、あの札幌っていうビールを出してる会社は札幌にあるんですか、知らないです、私すいません。さあ行きましょう。みえさんの回答、ワンセブンライブからみえさんの回答。札幌雪まつりの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、ボッケを知ってる人が何人いるのか当てる祭り。いないでしょ、ボッケー。いや、最近いるのかな、ボッケーっていうのはね、あの、何ですか、
モンスターハンターじゃないわ、妖怪ウォッチか、妖怪ウォッチかなんかでね、ボッケーって確かあったんですよね。デーレーだったから、まあ、すごいという意味ですよ。ボッケーはね、デーレーもすごいという意味ですよ。あれは岐阜の人もデーレーって使うらしいですけど。ツイッターからダイオ DQX さん、またまたありがとうございます。行きましょう。ツイッターからダイオ DQX さんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌夕張コラボメロン食い倒れ祭り。スリボケ、これは一体何がコラボなのか。札幌夕張コラボメロン食い倒れ祭り、札幌夕張コラボメロン食い倒れ祭り。夕張メロンと食い倒れが、この大阪の食い倒れがね、これが融合っていうことでコラボなんですかね。なんかよくわからない。札幌ちゃうわ、夕張メロンの夕張とその間にコラボがついてメロンって、これどういう、なんか打ち間違いかな、わからんけど。さあ行きましょう、ハーチさん行きましょう。さあハーチさんのバイトです。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、札幌没慶祭り。100点100点100点、何それ。スリボッケです。ボッケですから、ボツケじゃないですよ。通は大きい通ですよ、それ。ボツケじゃん、ボッケですよ。ボッケ祭り。そしてこの絵文字の100点は一体何なのかと、よくわからない100がついてますけど。まだ結構回答がツイッターいただいてますね。行きましょう。ツイッターからプチャーさんの回答いきます。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌ポテトバーベキュー味祭り。あるね。スリボッケ。お菓子ですね。札幌ポテトですね。あれ、札幌工場？札幌の会社ですか？札幌ポテトで。札幌ポテトバーベキュー祭り。バーベキュー味祭りということでね。ありがとうございます。さあ、みえさんの回答いきます。ワンスプラビからみえさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、じゃがいも早食い祭り。ちょっと待って。ホクホクしててね、あれ喉詰まりそう。すりぼけ。絶対やったらあかんよ、そんな。じゃがいもで。じゃがいもで早食い祭りなんか絶対やったらダメ。よくね、アメリカとかでね、ホットドッグ早食い競争みたいなのやってますけどね。じゃがいもでそれやったら絶対ダメ。喉詰まるから、あれ。もう水分取られてしょうがないからね。ダメですよ。プチャンさんの回答いきましょう。ワンツブンライブから、あ、違った。ツイッターから、プチャンさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り、札幌何祭り、札幌祭りだ祭りだ、豊年大量祭り。ほんまにありそうやな。するわけ。これあれかな、歌かな、祭りの歌の歌詞かな。ちょっとはっきりわからないですけどね。はい。さあ、行きましょう。あ、札幌一番は塩も醤油もあるよ。あ、醤油もあるよ。札幌一番、味噌ラーメン、塩ラーメン。塩か、味噌かな？ CM は味噌ラーメンやってるの。さあ、行きましょう。ハーチさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、札幌靴投げ祭り。なぜ靴投げ？オッケー、するボケ。全然わからんけど、靴をね、なんか聞いたことあるぞ。あの靴をね、このなんていうの、明日天気なあれて、靴の下駄とかをこうやってパンって蹴るじゃないですか、蹴り上げるじゃないですか。あの靴をどれだけ蹴り飛ばせるかみたいなね、そういう祭りって確かありましたよね。祭り？大会？あんなありますよね。でも投げるんです、靴をね。投げるそうですよ。さあ行きましょう。プッチャーさんの回答いきます。ツイッターからプッチャーさんの回答ありがとうございます。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り、札幌何祭り、寝台列車カシオペアで行く札幌祭り。何祭りでもない、札幌祭りになっちゃった。4ボッケ。寝台列車カシオペア、まず寝台列車カシオペアは、すいません。札幌に行くんですか？ちょっと、あんまり調べたことないのでわからないんですけどね。寝台列車カシオペアは、札幌まで行くのか？まあ行くんでしょうね。カシオペアで行く、
札幌祭り。もう、全然あの、名前すらついてない。札幌祭りですから。札幌何祭りって答えを求めてんのに、札幌祭り言ってますから。もうちょっと、もうちょっとね、あの、真摯に回答、あの、お題に対してね、回答いただきたいところでございます。はい。さあ行きましょう。みえさんの回答行きましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？もろこし早刈り祭り。ポッケー、ポッケー、ポッケー。それはッケー。早く刈るんです、もろこしはね。もうトウモロコシじゃない。もろこしです。もろこし早刈り祭り。早刈りって、あの、すごいそこで何個、あれどうやって刈るんですか？よくわからない。あれ多分ね、実のやつが上に乗っかってるんですよね。実のやつが上に乗っかってて、それに被さるように、あの、葉っぱが、あの、なんかね、すごい、繊維がすごい葉っぱがついてるイメージがありますけどね。あれを皮をふわー剥いて、で、なんか、ノコギリみたいなやつで切るんですかね。ちょっとあんまりわからない。見たことないから。お、ツイッターの回答これ以上です。次で以上でございますんでね、もうそろそろ回答の方締め切りさせていただきましょう。よろしくお願いいたします。さあ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 、もうお時間も近づいてきたぞ。行きましょう。丸いヤングカンさんの回答。ツイッターから丸いヤングカンさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌キツネダンス祭り。あ、なるほど。この時勢もね、この時勢というか、この何？流行トレンドを抑えてきた。もうキツネダンスってね、最近流行ってるらしいですね。この札幌の北海道のこのキツネと。ネタをかけてるわけでございますね。ありがとうございます。さあ行きましょう。回答はおそろそろかな。雨あられ、雨あられって読んでた私。ハチさんの回答行きましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌岡崎昭和祭り。ありがとうございます。私を称えていただけた感じですね。スリーボケでございます。ありがとうございます。私があれですよね、なんかわからんけどみこしに担がれるんですかね。ハイツさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？札幌寒風摩擦祭り。死ぬぞ、大変なことになっちゃう、寒すぎて。スリボッケ、寒風摩擦ね。なんか若い頃はね、小さい頃になんか子供の頃にした記憶が、あることはあるけど、そう、あ、さっきのマリモはマシューコらしいですよ。マリモマシューコね。はい。さあ回答どうでしょうか。どんな感じですか。ハーチさんの回答いきましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌鮭投げ祭り。鮭を投げる。バッチ当たりです。スリボケ。バッチあたりでございますよ。さあみえさんの回答いきましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？彫刻祭り。じゃあ札幌雪祭りを超えろ、彫刻祭り。札幌雪祭りが彫刻祭りじゃないのね。違うの？一ボッケ。ハーチさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌ブス祭り。怖いです。札幌一のブスを、なんや、決める祭りですか？怖いです、もう本当に。誰が応募する、誰が応募するんですか？ミスコンの真逆を行くわけでございますね。さあ、ハチさんの回答いきましょう。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌厚木祭り。厚木祭りですよ。スリボッケ。厚木で戦うわけですね。寒いですからね。厚木、皆さん大体厚木ですよ、きっとね。さあ、どうですか？みえさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？やー、もうそろそろお時間です。札幌何祭り？流氷を終え祭り。いや、終えないでしょ。終えないですよ、そんなもん。危ない、危ない。そう、危ないですよ、きっとね。さあ、配信が重たい。これは、なんだ、一体。さあ、カイツさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきたお祭り。札幌何祭り？札幌ポロポロこぼす祭り。何をこぼすんだ、すりぼけ。ポロポロこぼすわけでございますね。さあ回答終了、回答終了。ラスト行きましょう。ハチさんの回答。札幌雪祭りの人気を超えてきた祭り。札幌何祭り？札幌、雪、あ、違う、なだれ祭り。怖い。
一ボッケイ。さあ、行きましょう。さあ、皆さんの回答を今、計測中でございます。なるほど、なるほど。なるほど。はい、なるほど。なるほど。なるほど。うん、OK。ちょっと待って。いけるかな、いけるかな、いける、あ、行こう、ちょっと待って、3位から行こう、3位、もうちょ、急ぐよ、ミエスさん、さあ、今週 MVP 第2位、プッチョアンさん、ハーチョさんが MVP ナンバーワンでございます、今週もう時間です、時間です、時間です。それではボケラジオスタートです。